天草、それ切ってくれる？おっと、それは失礼。 M ザッキーはお嫌いで？今が気分じゃないだけ。見えるかい？あの辺が当時の船着き場だ。剣島ですか。全ての始まりで全ての旅の終着駅ってわけだ。船長、さっきのもう一つの船着き場の話を聞かせてください。六軒島には船着き場は一つしかないことになっとる。だがそれは表向きだ。島裏のもう一つの隠された船着き場、六軒島そのものね。誰も知らない二つ目のもう一つの顔がある。六軒島は後宮家の領有する島だ。だが金蔵さん個人が所有する島というもう一つの顔がある。一つの島、二つの船着き場、二つの屋敷ですね。愛人を囲うためだけに随分と金をかけたもんだ。もう一つの船着き場のことを知る人間は限られとる。金蔵さん、執事の源次さん、わしら船の関係者、高齢の使用人がほんの数人だ。南城診療所の仙台先生も熊沢のばあさんも知っとった。数えりゃ結構いるような気がするが、とにかく知っている人間はわずかだった。そのもう一つの屋敷について教えてください。クワドリアっちゅう名前のお屋敷があるとだけは聞かされとった。わしは船を離れることを許されんかったから一度も見たことはないが。船着き場からは見えないくらいに遠いということですかね。わからん。ただ隠し屋敷だからな、外からは見えん場所に立ててあったろうな。とにかくクワドリアンについてはあの島の最高の秘密だった。クワドリアンにベアトリーチェが住まわされていた、あるいは幽閉されていたという説がありますが、船長はどう考えますか？わしはクワドリアンへの雑貨も運んでおった。その中に女しか使わんような、それも高級なもんが含まれることも多かった。わしもその説を確信しとる。では船長はベアトリーチェって女を直接見たことはないわけですか？ない。20年近く出入りをしたが一度も見たことはない。20年？ひゅーってことは最低でも年齢プラス20ってわけだ。こりゃマドモアゼルは期待できねえな。だがクワドリアンへの出入りは
ある日を境にぷっつりとなくなっちまった。今からだいたい30年前だから昭和43年頃だったと思う。ぷっつりと突然、食料やゴミなどの運搬往来でわしらは決められた日程で裏に行っとった。ああ、裏っちゅうのはクアドリアン側の船着き場のことだ。わかります。それである日、源氏さんから急な連絡があった。別の指示があるまで裏には行かなくていいっていうな。別の指示と？特にはなかった。早い話がある日突然、裏には今後定期便はいらない、食料も届けなくていいと言われたわけだ。わしは最初クビにされたのかと思ったよ。だがすぐに気づいた。それにクアドリアンのことを知る使用人たちの様子からもなんとなく察しがついた。ベアトリーチェが死んで食料を届ける必要も世話人を送る必要もなくなった。わしはそう考えた。それっきり裏へ船を出せという指示は受けてない。しかし裏については死ぬまで何も喋るなと。その後源氏さんが直接わしのところへ来てえらく強く念を押した。その20年間も放置されていた隠し屋、どうしてエヴァおばさんを？ワイドショーで見たよ。わしにも何が何だかさっぱりわからん。エヴァさんを裏へ案内したことは一度もない。どうしてどうやってクアドリアンを知りたどり着いたのか、わしにはさっぱり見当もつかない。裏のクアドリアンに陸路で行くことは不可能だったのかしら？もしも話通りに未開の密林だとしたら、おめかしした奥様風情に踏破できるもんじゃありませんぜ。じゃあ帰る？モーターボートみたいなものがあったとか？まさか。あの二晩の台風はそりゃひどいもんだった。船なんぞ使えるわけもない。じゃあ屋敷とクアドリアンを直通する、例えば地下通路のようなものがあったとか、愛人の家へ出入りするのに毎回船の用立てが必要なんて面倒でしょう。全長2km の六軒島の対角線上に存在する屋敷をつなぐためにそんだけの長い地下トンネルをと、馬鹿にしてところだが、愛人のために隠し屋敷まで作っちまう大富豪だ。それも否定できんところですね。どうなんですか船長？わしは海の人間だ。穴のことはわからん。だが硫黄島で旧日本軍は25キロのトンネルを掘ってみせたぞ。あの金蔵さんなら2キロくらい掘ってみせてもわしは何も驚かん。はあ、やっぱりおかしな島にゃ。私たちはこの島のことを未だ誰一人何も知らない。わしはここで待っている。屋敷は向こうだ。当時の道が残っているだろうが、草木で覆われてしまってるはずだ。迷わんように気をつけてな。ほんじゃ、行きましょうかね。ありがとう、天草。あんたもここで待ってて。ま、そう言い出すんじゃないかと思ってましたぜ。届け物をするだけよ。あなたが一緒だと、向こうが迷惑するの。あんたの毒素、強そうだから。毒素？はて。すぐに戻るわ。今日の本命はクアドリアンの方だもの。届け物をしたらすぐに戻ってくるわ。察してやれ若いの。行ってこいお嬢ちゃん。あんたの家族が待っている。Thank you.
ここがこの旅の終着点みたいね。ここからじゃさっぱりわからないわ。お屋敷はどこ？もっと近づきましょうよ。ウリュ、無理だよ。戻ってこれなくなっちゃうよ。だからごめんね、二人とも。あの日の私なら何も戸惑わずにこの崖を降りるだろうけれど、ビルの屋上から飛び降りた後宮園児が情けない。ごめんね。ここでも同じだよ。あの日の風が感じられるから。こんな風だったっけ。うん、もうすぐ来てくれるよ、みんな。私よ、エンジンよ、私は帰ってきたわ。マリアお姉ちゃんとの挨拶をさせてね。マリアお姉ちゃん、聞こえる？聞いて。私、今こそ全部理解したの。魔法を理解した。私たちの魔法はきっととてもささやかで身近にあふれてる。でもそれは誰の目にも見えるものではないのよ、魔法とは。ええ、はっきり言えるわ。そんな悲しい日々は終わったよ。だからお姉ちゃんの魔女同盟を元の優しいマリアージュ・ソルシエルに戻そう。
私がお姉ちゃんを傷つけたからマリアージュ・ソルシエルはこんなになってしまった。お姉ちゃんは黒き邪悪な魔女じゃない、白き無垢で無邪気優しい魔女だったのよ。私が元に戻してあげる、元のみんなを幸せにする魔法を世界中に振りまいてマリアお姉ちゃんに戻してあげる。そのために私はここへ来た。運命に導かれてきた。お姉ちゃん聞こえてる？その姿を私の前に見せて。かすみよ、ようやく見つけたわよ、エンジェちゃん。そのお花は亡くなった家族への？偉いわ。それ投げるんでしょ？いいわよ、それまで待ってあげる。おばさん、いつからここで待ち伏せを？早朝からよ。おかげですっかり待ちくたびれちゃったわ。何しろ喫茶店もお化粧室もないからね。トイレもないから、お上品に木陰で用を済ませていたわけね。仮にも妻だらけの血を半分引いてる淑女が、そんな汚らわしい言葉を使うんじゃないわ。やっぱりスマデラ切り絵の子ね。気品のかけらもありゃしない。おばさんが私のことを話すと、いつも母さんのことばかり。私、そんなにも母さんに似てますか？ええ、似ているわ。その生意気そうな目つき、鼻も口もそっくりよ。自由奔放で無責任、歴史と伝統あるスマデラ家の重みなど何も考えず、自分勝手に家を飛び出したわ。おかげで私の人生はずっとその尻拭い。まさにあんたの人生クソまみれね。に似てきたわ。その目つき、そのどこか小馬鹿にした目つきよ。はあ、思い出すわ、いろいろと。哀れな人ね。きっと幼い頃から何かにつけて母さんに比較されて蔑まされてきたんでしょうね。そしてあんたは一生その惨めさから解放されやしないわ。
お前みたいな小娘にはわからないわよ。あんたのお母さんはね、何もかもを投げ出してスマデラ家を逃げ出した負け犬なのよ。その負け犬のせいで私がどれほど迷惑したことか。あんたの迷惑なんか私の知ったこっちゃないわ。私の生まれる前の話をされても困るわよ。あんたの人生はいつ始まるの？始まりゃしないわ。いつまでもいつまでも永久に死んだ母さんに嘲笑われ続け、そのまま死ぬのよ。というか死ねばなんで生きてるの？この口の減らないガキが。あんたたちちょいとお茶をしてやりなさいな。お任せを。口の利き方も知らねえクソガキが、少し勉強させてやるぜ。私が一服を終えるまでに適当に可愛い目にちょいと身の程を教えてあげなさい。あんたの母親のせいで私の人生はめちゃめちゃにされた。いいえ、一度殺されたと言ってもいい。あの日に私は一度殺されて地獄のような日々に突き落とされたのよ。それまで人生舐めてきたツケじゃない。口の減らねえ小娘だぜ。うら、生活も
生き方も。何も雲を奪われたの。事情を知らない親類からは姉さんの不名誉を理由にどれだけ蔑まれたことか。呪ったわ。あなたのお母さんを血を吐くほどに呪ったわよ。そりゃ嬉しいわ。これからもよろしく。姉さんを後ろ宮グループのパーティーで見かけたわ。あいつとても幸せそう。笑ってやがった。私全部を押し付けて自分だけ幸せに。だから何、私に八つ当たりするとどうあんたが幸せになるってわけ。私に八つ当たりすると時間が巻き戻って歴史が変わったりしてくれるわけ。あんた、さっき言ったわね。私の人生はいつ始まるの？いくら恨んでも八つ当たりしても、時間を巻き戻すことなんてできない。じゃあ私は死ぬまでこうして、死んでもなお姉さんを恨み続けて。冗談じゃないわ。いつまで私は姉さんの亡霊に苛まれてなきゃならないのよ。だから考えたのよ。これを成し遂げたら、すべての恨みを忘れて、やり直せるってね。立ちなさいよ。そんなにこの島が大好きならしっかり深く埋めてあげるわよ。その若さで死にたくないでしょ。母が迷惑をかけてすみませんでしたとか言ってみたくはならない。誰が言うもんか。フリュー、レンジェ、レンジェ、レンジェ様、こいつらを挑発しちゃダメです。ここは表向きだけでも調子を合わせて時間を稼ぐべきです。くだらないプライドは燃えないゴミの火に出しとけってよく言うわね。天草さんは、天草さんが来てくれればきっと。ダメ、あいつの姿は見えないわ。エンジ様のバカ、どうして天草を置いてきたんです。
私が怒っているということは、きっとエンジェが何か悪いことをしたのだろう。なら、その悪いことが問題なのであって、何をしたかなんて今さら思い出せなくても問題ない。なーに？私に何か文句でもあるの？
私のことが見えるの？見えるわ。私が憎むべきはエヴァおばさんじゃなかったあんたよ。すごいじゃない、人間の分際で魔女の私が見えるなんてね。それでその目つきは何だと言いたいわけ？私が憎い？憎い？ええ、憎いわ。でも少し違う。ただ悲しく思える。悲しい？何言ってんの？いいじゃない、怒れば。思いっきり憎んじゃえば。憎まないわ。あんたを憎むことはエヴァおばさんの憎しみをそのまま受け継ぐだけ。私は憎しみを断ち切る。エヴァおばさんの苦しみを受け止め、それを払って捨てるの。何悟ったようなこと言ってるわけ？こいつ頭大丈夫？っていうかへそでも噛んで死んじゃえば。あんたらもっともっと蹴ってやりなさい。顔とかはダメよ。気の毒な顔がマシになっちゃったらつまんないから。やれやれ、答えないね。私をじーっと見ちゃって、私が憎い。憎いでしょ？私もよ。かつてのあんたがそこにいるわ。気分が晴れるでしょう。かつてそこにいたあなたが今度はこっち側にいるのよ。愉快でしょう。立場が逆になるのは。本当に愉快だわ。なんでそんな顔ができるのよ。エンジェ、泣きなさいよ。泣きたいんでしょ？そうそう、泣きたいに決まってる。泣かせちゃいなさいって。あの時のあんたは泣かされちゃったじゃない。だからこいつも泣かせてやりなさいよ。泣いちゃえば。泣きなさいよエンジェ、あんたの泣き顔が見たいのよ。泣いてごめんなさい、かすみおばさんって言ってごらんなさいよ。そう、その言葉を言わせるのよ。あの言葉、つらいでしょ？自分のせいじゃないことを謝らせられるのって本当につらかったでしょ？同じ思いをさせてやるのよ。そうすることで、あなたの痛みは和らげることができるの。そうよ、それでいいのよ。もっと自分に素直になりなさい。もっともっといっぱいに自分の感情を吐き出しちゃえば。あなたの人生はこんなほんのちょっとの乱暴で許せるの？
許せないわよ。まだこれくらいでは許せないんだから。でしょ？許せるわけがない。もっとよ、もっと女王の炎を。憎しみの炎でしかあなたは暖を取れないの。怒りと悲しみの雪原で凍えるあなたを温められる炎は憎しみだけなのよ。ほら言って、叫んで。憎しみの方向で自分を燃やし尽くしちゃえば。後ろ見やエンジン。あんたを憎まなくちゃ私は生きてられないの。スマダラカスミ、あの花束を。これ死んだ家族への花でしょ、エンジェ。じゃ答えない？ならこっちは答えるかしら。スマデラカスミ、こっちを使いなさい。それは、なにこれ。読んじゃえば。お腹がよじれちゃうかもね。返して。それはお姉ちゃんの。ほらね、この本はエンジェにとっての大切なものでしょ。大切なものをけなしてやりなさい。こういう子には殴る蹴るよりもそっちの方が効くんだから。あなたがそれを一番よく知っているでしょ。この気持ち悪い本、あんたが書いたの？やめて、返して。見てよあの顔。もっとけなしてやりなさい。落としめてやりなさい。尊厳を踏みにじられる苦痛を教えてやるのよ。そうすることでしかあなたの苦痛は和らがないの。何これ、恥ずかしい本。少女の時代に多少は占いの真似事に興味を持つこともあるけれど、これはちょっと行き過ぎじゃない？やだ、魔法だって。あんたあれでしょ、アニメとかのなんとかなんとかって呪文を言いながら魔女に変身するやつ、ああいうの好きなんでしょ。痛々しいわ。飴玉を降らせる魔法ですって。
なになに？お日様で清めたお水にお砂糖を溶いて魔法の杖を浸して呪文を。なにこれ。痛い。傑作だわ。晩御飯のクリームコロッケにする魔法。次は何？ピーマンが美味しく食べられる魔法。これも生かすわ。バカバカしい。それも破いちゃいなさいよ。どんどん破いちゃえば。マリア教の魔法を汚すな。汚い毒素で汚すんじゃない。いいじゃない、汚されちゃえば。魔法の奇跡、幸せにする魔法。ないない、そんなのないってば。痛みと苦しみはね、他人に押し付けてしか癒せないのよ。あんたは確か魔法のお友達とかいうやつだったわよね。スマデラカスミ、こいつのページを開きなさい。これは何？魔法のお友達ですって。煉獄の七姉妹。物騒な名前。すごい速さで飛んで敵をやっつけてくれるんですって。エンジェ、あなたこんな魔法が使えるなら今すぐ使った方がいいんじゃない。くだらない。大丈夫マモン、しっかり。これくらい平気、私よりエンジ様の方が辛い。やめろ黒き魔女、どうして君はそんなことをするんだよ。どうして魔法を幸せのために使えないんだよ。ああ、あんたも魔法のお友達ね。あんたも怪我してあげるわ。スマデラカスミ、こいつのページも探しなさい。
こっちは何？何この下手くそなライオンの落書き。作太郎？変な名前。一番大好きなお友達だって。そうなの？これがあんたの友達？親友？このライオンが？ねえねえ本当に下手くそな落書き。こんな不細工なライオンがあんたなのね。こんなのお友達にしてるなんて。後ろ宮マリアってこの頭のかわいそうさに呆れてへそでお茶が沸いちゃうわ。バッカみたい。へそ噛んで死んじゃえば。うりゅ、マリアをバカにするな。めっちゃやばかないで。ダメ。訳が分かんないわ、この妄想日記。頭がおかしいとしか思えない。あんたのお花畑の頭の中が垣間見えて本当に面白いわ。気持ち悪い子。あんたもマリアもそこのぬいぐるみと家具もね。おかしいわ。あんた友達いないんでしょ。いつも一人ぼっちで。ぬいぐるみがお友達なんでしょ。かわいそうな子。大丈夫、私にもわかるわよ、そういう生活。わかるの。だから私が認めてあげるの。あんた本当にかわいそうな子よ。信じた本当にくだらない魔法の根源を引き裂いてあげるわよ。
妻寺かすみ、そのページを読みなさ。なに？このカラフルなページは。なになに？大好きなママといつまでも仲良しでいられる魔法。やめて！そのページだけは。この魔法すんごく簡単じゃない？私でもすぐできそうだわ。こんなに短い呪文なら私にだって覚えられちゃう。やってみようかしら。本当に簡単な呪文よね。いいわよ、やってあげなさい。みんなも吹き出しちゃうから。このバカみたいなの、うう言うだけで家族仲が良くなるなら世界はずっと平和だわ。バカなうなり声。こんなの連呼してたら頭のかわいそうなこと思われるのがオチよ。バカじゃない。やめて、破かないで。そのページだけは許して。ダメ。これがあんたらの幸せな魔法なわけ？幸せになる魔法なんてね、あるわけないでしょ。魔法はね、怒りとね、憎しみでできてるのよ。幸せってのはね、自分の背負わされた憎悪を人に全て押し付けた時にのみ与えられる解放感を言うのよ。あんたたちの言う幸せなんて、絵本の中にしか出てこないまやかしなのよ。悔しい？ねえ、悔しい？幸せの白き魔女さんたち、そんなに悔しかったら見せてみれば？あんたたちの魔法、あるなら使ってみせればいいじゃない。魔法が使えない魔女なんて魔女じゃない。つまり本当の魔女は私たち。あんたたちなんて魔法の夢で現実から逃避しているだけのクソガキどもなのよ。
しよう。魔法を私が見せることができたなら、お姉ちゃんの魔法を信じてくれるの？え？信じるわよ。魔法を使って見せることができたならね。ならやってみろよ、このクソボケガキ。あら、まだ立てる元気はあったのね、大魔女さん。立ち上がって、何をしてみせるの？見せてみなさいよ、魔法。魔法は、あるわ。はあ？この子何を言い出すかと思えば。あんたたち、今の聞いた？静かに。へえ、面白いじゃない。半魔法の毒素を理由に、あんたたちはいつも奇跡の力を拒んできた。白き魔女マリアの弟子、見せてみなさいよ、魔法を。一体どれだけの人間が、その奇跡を信じて裏切られていったか知っている？誰もが信じ、誰もが裏切られて絶望した。そして、本当の魔法は、私たち黒き魔女の力でしか得られないことを知るのよ。憎しみを誰かにぶつけるのはただの罪。そんなのは魔法じゃないよ。本当の魔法を私が見せてやる。なら見せてごらんなさいよ。それであんたはどの魔法を見せてくれるの？飴玉を降らせる魔法？それともクッキーを増やす魔法？何？突然。そうそう、おいでなさい、煉獄の七姉妹。煉獄の七姉妹、ここに。レンジ様。あなたはかつて言ったわ、私に魔力と。その覚悟がないと、あなたたちを刺激できなかったのだと。私をいじめるクラスメートに仕返しがしたいなんて、そんな安っぽい感情じゃない。私はマリアお姉ちゃんの、マリアージュソルシエルの世界を守るために、今こそ魔法の奇跡を見せることを命令するわ。無理です。いくらなんでも、これだけ大勢の毒素の前では。あなたたちも信じて。マリアージュソルシエルは人を幸せにするために生まれた。そしてそれは黒き魔女と戦うためでもあった。その創立者の一人、原初の魔女マリア教が生み出した世界を否定する愚かなる黒き魔女に、その奇跡を見せ、その世界を守るために、信じて、魔法を、魔女を、今こそ奇跡を。魔法を見せてくれるんでしょ？なら見せてちょうだい。魔法で火の玉でも稲妻でも打ち出して、この男を倒してみせなさいよ。チャンスは一度、三つ数えるうちにやっておみせなさい。できなければ覚悟してもらうわよ。打ちなさいよ。なんだこのガキ。行かれてやるぞ。本気？
中断は魔法では防げないよ。いいえ、何も恐れることはないわ。私の魔法は煉獄の七使命は中断などものともしない。園児様、ガキめ、魔法が使えるってんなら早く見せてみやがるってんだ。どうしたよ、早く魔法を見せてみろってんだ。ほら、遠慮はいらねえぜ。俺にバビョーっと魔法ってやつをお見舞いしてくれよ。撃っちゃえば。撃ってみろって言ってるのよ、向こうは。この子恐怖でもう頭がどうかしてるんだわ。バイバイ、エンジェちゃん。天国で好きなだけ魔女ごっこをしてなさい。撃て。いいんですか。おうち死ね、エンジェ。やれるもんならやってみなさいよ、あんたの魔法を。してるの、マモン。銃弾ごとき無粋な石ころをエンジェ様に許すつもり。たまには私が一番乗りでもいいわよね。人間を。バカね、まだあんた信じてないの、私たちの主の魔力。これだけの人間の前で権限したっていうの。何これが魔法。見事よ、レビアタ。光栄の至り、我らが主に逆らう愚かなる人間どもよ、今こそ冷やせ審判の時。どうして人間の世界に魔法は持ち込めないはずなのに。魔法は見えないはずなのに、触れられないはずなのに、どうして。これが本当の魔法だからよ。何をしてるのよ、お前たち。殺せ。我らが主に銃口を覗かせるプレイを私が許すと思ったから。死ね。主への狼藉に対する報い、これしきで済んだことに感謝せよ。死ね。誰がいるんだ、どこに。
敵はあんたたちのすぐ目の前にいるわよ。魔女の家具があんたたちを狙ってる。人間に私たちの姿が見えるとでも、捉えられるとでも。まぬけな人間が魔法に対する畏怖を忘れたら愚かの代償を払うがいい。何を、これ何が起こってるの。あなたには見えない愛がないから。ありえない、これだけの人間がいて反魔法の毒素をばらまいてるってのに、どうして魔法が権限できるの。あんた何者なの。魔女よ、あんたと違って本物の。畜生、この雨。死にさらせ。次、サタン。フンドのサタン、すでにここに。ならばが、今のエンジェ様と私たちに銃弾ごときが当たると思うか。己が愚かさち、地獄で後悔せよ、死ね。霞おばさん、まだ魔法を信じる気にならないの。バカなことあるわけないでしょ。認めない。魔法なんてあるわけがない。ええー、そうよ、魔法なんてあるわけがない。魔女なんているわけがない。魔法はあるよ、魔女はいるよ。ウリュー、そうよ、魔法はあるのよ、魔女はいるのよ。そしてこの怒りと悲しみで満ちた世界を、幸せの世界への扉を開く鍵にできるの。あんたなんかにそれを否定させない。幸せな世界への鍵はみんなの手に握られてるんだ。それを奪う資格は誰にもないんだ。それを理解できぬ哀れな人間に、そなたの人生に魔法の力があったなら、もっと違って穏やかなものになっていただろう。そなたがその生涯において本当の魔女と出会えなく、私は哀れる。どこにやがるんだ。攻撃をやめねえと、このアマの命はねえぞ。姿を現しやがれ。何言ってんのこいつ。美味しそうな腹綿をしてるくせに。エンジ様、次は私にお任せを。許す、殺せ。ありがたき幸せ、死ねえ。頭かしこまりました。我が主、死ね。
までは霞み、そなたの哀れなる人生に私は心の底より同情する。その胸への心の穴を塞げる魔法を授けてもよい。そなたにその魔法を信じるなら。バカなこと言わないで。こんなの私は認めない。そうよ、かすみ、その銃で撃ちなさい。あんたの憎しみを銃弾に変えて放ちなさい。殺してやる、殺してやる。あんたを殺さなきゃ私の人生は報われないのよ。そうよ、殺して火種を引いて。あいつにあんたのみすぼらしい今日までの全ての怒りを、悲しみを全部叩きつけてやるの。そうでなきゃあんたは痛みと苦しみから解放されないのよ。やめて、霞ヶ丘さん。黒き魔女に耳を貸してはダメ。殺してやる、殺してやる。あんたの母のせいで私の人生はめちゃくちゃ。なら私の魔法でその人生をこれから少しずつ明るく穏やかなものにできるかもしれない。あなたが魔法を信じ心を入れ替えさえすれば、あなたに新しい世界への扉を開いてあげられるの。そんなものはないわ。あいつの言う救いなんてどうせおとぎ話の中だけよ。あんたの人生はもはや死ぬまでトゲまみれ。その苦痛の叫びをあいつに聞かせてやりなさい。失ったものは何も取り返せないのよ。そうでしょ、スマデラカズミ。そうね、何も取り返せないかもしれない。でもきっと新しく何かを生み出すことができる。だから霞おばさん、その銃を捨てて霞おばさんに幸せな世界を教えてあげられるかもしれない。私はあんたの母親で逃げさせる。あんたの母親の言い名付けと身代わりに結婚させられたのよ。将来を誓い合った男がいたのよ。別れさせられたのよ。あんたの母親の代わりを告げされて、話もろくにしたことがない男と契りを交わさせられた私の気持ちが分かるっての。殺してやりたかった。なのに姉さんは勝手に死んだ。だからあんたを殺すの。そうでなきゃ私のトゲまみれの人生は終わらないのよ。かわいそうに、ならばせめてあなたを、あなたの魂を永遠に解放し、連鎖の鎖から解き放ってあげる。それが今の私にできる唯一の施しかもしれない。死ねー、虫のディアウェンジャー。さようなら、霞おばさん。静かな世界でゆっくりと休んで。マモン。強欲のマモン、ここに。ありがとう。あなたたちとサク太郎に出会えたから、私は全てを理解できた。エンジェ、サク太郎は後ろを向いていなさい。マモン、その女を解放してあげて、そしてマリアージュ・ソルシエルの名誉を守れ。はい、覚悟せよ、スマデラ・カスミ。再び煉獄の山で愛まみえようぞ。死ねー。
あとは、あんたね、黒き魔女。今となっては、あなたにエヴァおばさんの面影を見ていることさえ、彼女に申し訳なく思うわ。私の姿が、未だに後ろ宮エヴァに見えているなら、それはあんたの中で、未だに私が許せてないということだわ。わかっているのよ、エンジェ。あんただって、トゲまみれの人生から解放されたくて仕方がないの。なら、面白いことを思いついたわ。私も、あんたに魔法を見せてあげる。あんたを殺すのは私じゃないわ。ついてるくせに、あんたが最も憎み恨んだあの女よ。そして女もあなたを最も恨み憎んだ。エヴァおばさんは死んだわ。お久しぶりね、エンジェ。あんたを殺すために地獄から戻ってきたわよ。でもあまり驚かないわ。エヴァおばさんそういう人だったし。私のお葬式はさぞや気分が晴れ晴れしたでしょう。私も晴れ晴れしていたわよ。あんたの面を二度と見なくて済むようになるんだからね。でもたった一つだけ心残りなんだ。それがこれよ。私を殺すこと、それが最後の遺言だったの。黒き魔女の力こそ私の魔法の源泉だったわ。怒りと憎しみは私に努力と不屈を教えてくれた。それはあんたの言う現実逃避の魔法とは全く違うの。あんたの言う魔法なんてただの八つ当たりによるストレス解消だわ。私たちの魔法は違う。世界そのものを作り変える。あんたの性悪魔法とは全く格が違う。なら黒と白のどちらが勝つかこの場で決着をつけてあげる。死してなお黒き魔法で復活してあんたをこうして銃口で狙える私の奇跡。あんたの白き魔法はどんな奇跡で対抗を。半魔法の毒素であなたを取り込んだ。七姉妹はもう二度と呼べないわよ。さっきの奇跡はもう起こらない。それでも怒るから魔法っていうのいいわよ。マモ、私に力を貸して。呼びかけても無駄よ。もう二度と煉獄の七姉妹は答えない。だからそれでも呼べるから魔法なのよね。哀れね、エンジェ。さよなら。あんたとのささやかな日々はそこそこに楽しかったわ。これでお別れ。あんたの執着の気はねえ、全くよ。気が利くよね。ありがとう、少女。お別れ。
強欲のママをここに。バック。これで魔法は十分、エヴァおばさん。エンジ。運がなかったわね。これでゲームオーバーよ、エヴァおばさん。ありがとう、マモ。あの日の教室で、あなたたちの無力を罵ったことを、今こそ、心の底より、そして再び謝るわ。あなたたちは、魔女を守るための、優秀な家具だった。こちらこそ、感謝します。良き魔女に、良き主に最後に出会え、家具の本分を尽くせたことを、心より、光栄に思います。エヴァおばさん、今日まで付き合ってくれてありがとう。これでお別れよ。ハバナイストリーン。シーユーヘル。無限の魔女エンジェ・ベアトリーチ、あなたは旅路の末に魔法のすべてを理解したわ。ええ、私は今よ、魔法のすべてを理解した。私は魔女やマリアージュ・ソルシエルが生み出した魔法世界を継承した最後の魔女。あなたにしかベアトリーチの世界を切り裂けない。魔法を知るからこそそれに抵抗も覚えるわ。魔法は愛と悲しみと怒りでできている。ベアトリーチェがどんなに残酷な魔女であったとしても、その魔法の源泉は全く同じ。だからこそ彼女のその世界を本当はそっとしてあげたい。少なくとも彼女にとってその世界は完成しているのだから。あなたが家族を諦められるならね。だから申し訳ないけれど、私は戦わなければならない。家族を取り戻せるかもしれない。わずかの確率に勝てて魔女となる旅に出たのだから。ベアトリーチを殺さない限り、あなたには孤独な世界しか存在しない。100億のかけらを旅して私が保証する。わかってるわ。同情してる余地なんて私にはないのよ。心を鬼にして彼女の心を切り裂かなくてはならない。その気持ちが揺るぎないならよかったわ。同じ魔女同士、情が移って志をくじくんじゃないかと心配して。
昔、あなたが嘘をついてたんじゃないかと疑ってたことがあったわ。どうして？私は1998年の演者だから、家族を救っても、それは1986年のエンジェが救われるだけ。この私が救われるわけじゃない。だから騙されていると思っていたことがあるの。その通り、私はあなたを騙したの。でも今は感謝してる。だってあなたは私に家族の取り戻し方を結局は教えてくれたもの。私は何も教えてない。それを知ったのだとして、それはあなたが魔女として自ら至った境地だ。それは私のそれとは違う境地。私に理解はできないけれど、もしもそうならばおめでとう。私はこのゲームのプレイヤーではなく駒だとあなたは私に言ったわよね。え、言ったわ。その役割を今こそ完全に理解した。駒に感情はいらない。ただ勝利のために最善を尽くせばいい。その通りだ。ゲームは最善手を差し合うものだし、躊躇や戸惑いで差し手をおかしくしてたら対戦相手も混乱するわ。